アールパード・ハージ・キンガは、ポーランド王ボレスワフ5世の王妃。クネグンダ、クニグンダ、クネグンです。キオマ、ジンガとも、カトリック教会の聖人で、ポーランド、リトアニアの守護聖人。記念日は7月24日。ハンガリー王ベイラ4世とマリア・ラスカリナの長女として、生まれた。聖エルジェーベトの名であり、アンデクスの聖、ヤドビガは、王場にあたる。 1239年、金河は気の進まぬままボレスワフの世と結婚した。ポーランド王妃になるが、結婚していたにもかかわらず、信仰心の厚い二人は、肉体的な純潔を守っていた。王妃である間、金河は貧者を訪問したり、ハンセン病患者を世話するといった、事前行為を行った。1279年に、ボレスワフが死ぬと、金河は所有物をすべて売り、 金を貧者へ与えた。そしてすぐに王国の政治から一切身を引き、たった一人で貧者のクララい修道院に入ることを決めた。金河は感想的な祈りの中で寄生を送り、誰にもポーランド王妃であったかつての地位を彼女に問うことを許さなかった。金河は若い頃一生を祈りと事前活動に捧げる決心をしていた。ボレスワフとの婚約が決まった時、 一生独身でいるつもりであった。金河は気乗りがしなかった。ある時彼女は、ハンガリー王国のマラムレシュの岩塩港の中に、婚約指輪を放り投げて捨ててしまった。しかし結婚は、両国の政治によって成立し、金河はポーランドへ移ることとなった。彼女がポーランドへ嫁いでから10年ほどしたある日のこと、首都クラクフ郊外の、当時はごく小さな岩塩の採掘所のあった。 ビエリチカ村より大変立派な指輪が見つかった。これは王室の女性のものに違いない。という一報が入った。記録によれば、ビエリチカでの岩塩採掘は遅くとも1044年には土地の有力者により行われていた。当時のポーランドは岩塩の輸入国で、その輸入元は主にハンガリー王国であった。そのハンガリーから運ばれてきた岩塩は、 ビエリ地下にある倉庫に貯蔵されていた。金河は確認のためにビエリ地下へと向かった。現地でその土地の代表者より指輪を見せられた。金河はびっくり仰転した。なんとその指輪は依然金河自身が故郷のハンガリーでマラムレシュ岩塩港の中に放り込んで捨てた指輪そのものだったのだ。ポーランドがマラムレシュより輸入していた岩塩の一時置き場がビエリ地下にあり。 その岩塩の山の中から指輪が見つかったのである。これを単なる偶然ではあり得ないと信じたポーランド王室は国のプロジェクトとして本格的にビエリチカの地中を掘り進んでみた。すると、果たして途方もない規模の岩塩床が見つかったのである。1250年、ポーランド王国はこの岩塩床からの塩の採掘を王立の事業とし大規模な投資を行って、 事業を再編成した。その後、王国はこの塩の輸出で莫大な利益を上げ続けて行くこととなった。当時、同じ重さの岩塩と金は同じ価値があった。ヨーロッパ最大の岩塩港、または世界最古の企業の一つとして有名なビエリチカ岩塩港の国営化の逸話である。ローマ教皇アレクサンデル8世は1690年に金河を劣服した。 1695年、金河はポーランド及びリトアニアの守護聖人とされた。1999年6月16日、教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣勢された。ありがとうございます。